ただいまから令和4年度渋川市功労者表彰式を執り行います。この表彰式は地方自治や教育文化、社会福祉などの各分野で活躍され、市民福祉の増進に寄与された方々を本市における功労者として表彰するものです。新市として初めての開催となります今年度は64名の方を表彰いたします。それぞれに市政の発展のため、市民の幸せのため、自らの利を顧みず献身的にお力を尽くしてくださいました。ここに深く敬意を表すとともに、心より感謝を申し上げる次第でございます。これより表彰に移ります。表彰はそれぞれの分野ごとに行わせていただきます。表彰状および記念品の記章はそれぞれの代表の方へ贈呈させていただきます。表彰状、石倉和夫様、あなたは渋川市議会議員として多年にわたり本市の発展に貢献され、その功績は誠に顕著であります。よって渋川市表彰条例により功労賞並びに記念品を贈り表彰します。令和4年11月3日渋川市長高木勤。町田久志様、あなたは固定資産評価審査委員会議員として多年にわたり本市の発展に貢献され、その功績は誠に顕著であります。よって渋川市表彰条例により功労賞並びに記念品を贈り表彰します。令和4年11月3日渋川市長高木さん。表彰状、今井郁夫様、あなたは文化財調査委員として多年にわたり本市の発展に貢献され、その功績は誠に顕著であります。よって渋川市表彰条例により功労賞並びに記念品を贈り表彰します。令和4年11月3日渋川市長高木勤。表彰状、山形義和様、あなたは介護認定審査会委員として多年にわたり本市の発展に貢献され、その功績は誠に顕著であります。よって渋川市表彰条例により功労賞並びに記念品を贈り表彰します。令和4年11月3日渋川市長高木さん。表彰状、石橋薫様、あなたはスポーツ推進委員として多年にわたり本市の発展に貢献され、その功績は誠に顕著であります。よって渋川市表彰条例により功労賞並びに記念品を贈り表彰します。令和4年11月3日渋川市長高木勤。表彰状、樺沢栄一様、あなたは小口資金融資審査委員会委員として多年にわたり本市の発展に貢献され、その功績は誠に顕著でありよってあります。よって渋川市表彰条例により功労賞並びに記念品を贈り表彰します。令和4年11月3日渋川市長高木勤。表彰状、鈴木トライクさん、
あなたは保育所型認定こども園嘱託員として多年にわたり本市の発展に貢献され、その功績は誠に顕著であります。よって渋川市表彰条例により厚労省並びに記念品を送り表彰します。令和4年11月3日渋川市長高木さん。表彰状、大谷誠一様。あなたは王子として本市の振興に多大な貢献をされ、その功績は誠に顕著であります。よって渋川市表彰条例により厚労省並びに記念品を贈り表彰します。令和4年11月3日渋川市長高木様。表彰状、山藤信幸様。あなたは交通指導員として本市の振興に多大な貢献をされ、その功績は誠に顕著であります。よって渋川市表彰条例により厚労省並びに記念品を贈り表彰します。令和4年11月3日渋川市長高木尊。表彰状、横山和光様。あなたは民生委員児童委員として本市の振興に多大な貢献をされ、その功績は誠に顕著であります。よって渋川市表彰条例により厚労省並びに記念品を贈り表彰します。令和4年11月3日渋川市長高木尊。本日ご出席いただきました皆様方にありましては、本市の発展と市民福祉増進に寄与された方々でありまして、市議会といたしましても心から感謝申し上げるとともに、本日の栄誉に対しまして心からお喜び申し上げます。表彰の栄によくされました受賞者の皆様、誠におめでとうございます。皆様におかれましては、多年にわたり各分野において市政発展のためにご尽力をいただきました。改めてそのご功績に深く敬意を表するとともに、厚く御礼を申し上げます。新功労者表彰を受賞された皆様、誠におめでとうございます。多方面にわたり様々な分野でご活躍され、渋川市の発展にご尽力をいただいたことに、心から敬意と感謝を申し上げます。以上をもちまして、市政功労者の皆様の表彰を終わります。本日は誠におめでとうございます。